皆さんこんにちは。デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道弘です。講師の天野敦雄です。今回は予防歯科マイスター天野教授に聞くのコーナーです。無職の原因は甘いものだけですか？というご質問をいただきましたので、今回はこちらのカレーで無職になる甘いものだけが原因じゃないということで、天野教授に教えていただきたいと思います。 天野教授、カレーの中にはでんぷんを含むパウダーが入っていますよねそしてライスはもちろんでんぷんの塊虫歯っていうのは甘いものだけじゃなくてでんぷんでも虫歯になります虫歯を起こす食べ物は発酵性糖質と呼ばれます 発酵というのはお酒を作る時なんかにできる反応ですよね。発酵性糖質の中にはお砂糖、つまり諸糖そしてドウ糖、果糖、でんぷん、これが含まれます。こういうものはすべて虫歯を起こす菌の食べ物になります。虫歯を起こす菌はこういう発酵性糖質を食べて、そしてそれを排泄します。これが酸になってくるわけなんですね。 三というのは虫歯を起こす菌のおしっこみたいなものですそしてこのおしっこが歯を溶かして虫歯を起こすっていうことなんです特にお年寄りの混面メ食これはでんぷんで虫歯になりやすいです混面メ食は増下質のウ食です増下質のウ食の臨界 pH はなんとたったの6.4から6.2エナメル質は臨界 pH は5.5ですから 中性の pH7 よりはん下なんですねでも増下質はわずかに6.36.2こんな臨界 pH ですからちょっとでもお口が酸性になると混迷メ食が起きますですから甘いものだけじゃなくてでんぷんそして果物なんかの果糖にも注意しましょう ありがとうございます。先生、逆に無食になりにくい食べ物ってありますかこれは糖質をあまり含んでいない食べ物、例えばタンパク質、そして繊維分たっぷりのお野菜なんかがそうなんですね。先生、そういったものを食べてまあ繊維とかだと結構歯にこう詰まったりすることあるんじゃないですか。あ,ありますね。歯と歯の間に繊維詰まる、はい、よくありがちですけども、 詰まった繊維だけでは虫歯を起こしませんただ繊維分が歯と歯の間に詰まってるとその繊維分の中に食べ物の中のでんぷん質あるいは糖質が繊維分に吸収されていってそして虫歯が起こりますですから歯と歯の間に繊維が詰まった状態っていうのはですね絶えずその歯と歯の間にでんぷんあるいは糖質がたまりやすい状況を作るので。 あと鼻に詰まった繊維分は、えー、さっさと取り除くことが必要なんです。ありがとうございます、えー。今日もとっても楽しいお話をお伺いしました。ぜひ皆さん、明日からの食事指導やブラッシング指導にお役立ていただければと思います。ありがとうございました。 最後まで動画をご覧いただきありがとうございましたこれからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います質質問問がある方は質問フォームよりお願いいたします。またこの動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう